魚肉のアメリカンドッグアメリカンドッグはソーセージ肉塩、刺し、小麦粉などで作った衣をつけて油で揚げた食品。アメリカで普及しているコーンミールの生地を使ったコーンドッグを改良したものであり、名称は和製英語である。このページでは主に日本で食されているアメリカンドッグについて説明する。アメリカンドッグとは日本独自の名称であり、 発祥国であるアメリカ合衆国ではコーンミールを原料としたコーンブレッドの生地が使われるため日本以外のほとんどの国々ではコーンドッグ、韓国ではホットドッグと呼ばれている日本では小麦粉、卵、砂糖、ベーキングパウダー、牛乳か水を混合して衣を作るアメリカンドッグはケチャップマスタードをつけて食べるのが一般的である日本では 縁日や祭りなどの屋台、学園祭の模擬店、高速道路のサービスエリアやプール、遊園地などの野外遊技場などの売店、コンビニエンスストアなどでよく販売されている。比較的どこでも買えるが、扱いはジャンクフードの息を出ず、味や原材料、調理法で差別化を図った高級品や専門店はない。注文してから調理し揚げたてを食べることができる店舗は少なく、 フライヤーが設置されていない場所では、シールタ、既製品を再加熱し、保温器に入れ販売していることも多い。北海道では、フレンチドッグと称し、調味料として砂糖をまぶすことも多い。縁日などの屋台では、味付けを砂糖かケチャップの選択式としているものも多く見られる。フレンチドッグとアメリカンドッグとの違いについては、魚肉ソーセージを使って、 フレンチトーストのように粉砂糖を生地表面にまぶすのがフレンチ豚肉主体のソーセージを使ってホットドッグのように主にケチャップを生地表面に塗ったものがアメリカンであるという説もある。さらにソーセージを包み込む生地についてもフレンチドッグは主にホットケーキミックスを使用する点が挙げられる。ホットケーキ生地のふっくら感の元となる空気の泡は生地の攪拌時に生じ、 調理せずにいると時間経過とともに生じた空気も抜けてしまう。前日夜間からの生地の調理前仕込み作り置きができないので、露天従業員は注文を受けてから、もしくは混雑具合を見計らって、適度な頃合いで生地を用意する。ありがとうございます。